トンネル、古いトンネルをちょっと探しに行ってみたいと思います。手彫りで、作られた、トンネルということだそうですけど、で今現在もですね、使われているということで、状況どんな感じのトンネルなのか、歴史を感じられるのかどうか、体験してみようかな。ちょっと分かりません。嬉しいですね。気温もちょうど、バイクの温度計で、26度ですね。トンネルありと感じになってました。ここでやってるようですね。ありました。トンネル発見です。いやー、すごい山ですね。そしてここに手彫りのトンネル、高さ制限2メートル、すごいですね。この声が響きます。この辺はもう補修されてて、コンクリートで補修されてますね。もともとは手織りなので、下が道がぐねぐねしていますね。はい、この短いトンネルですけど、まあ異業、明治14年日本国内で最古の岩トンネルというんでしょうか、石トンネルだそうです。きっとでもこの辺はきっと手掘りで固めていったんでしょうね。こういう石のところですね。こっち側は補修されてますけど、この部分が昔、明治14年なんで、かなり昔になりますね。もうちょっと人通りがあるのかなと思ったんですけど、通らないですね。では早速走ってみたいと思いますね。
がまっすぐじゃない、高さも適当、ここ何も書いていないですけど、津坂トンネルというそうです。で昔は、高所、完全に石が黒かったので、ロマンクって言われてたようですね。ちょっと私詳しくはないんですが、じゃあ滝を見に行きたいと思います。滝町にはですね、この場所が書かれてなくてですね、本当に行けるのかどうかっていうところがあるんですけれど、滝を出しにですね、森に行きたいと思います。どの程度散策できる森なのかは、地図を見て結構広そうなんですけども、森の方に向かっていきたいと思います。土地原めぐみの森、参りました。土地原めぐみ、土地原めぐみの森、これは無理やな。
残念。栃原めぐみの森って書いてあるんですけど、この道、これどう見てもこけてくださいと言わんばかりの道ですよね。危ないので断念します。残念。お手上げです。